元海上自衛隊東京隊隊長の谷村正治様、お願いいたします。ただいまご紹介いただきました谷村でございます。今秋山先生のお話もあってちょっとお話しされなかったんですけど、秋山先生はテントンの洗礼を受けた教会と、それから葬儀を行った教会、これはアメリカのサンタクルスというカリフォルニア州なんです。両方へ行っておられるという、大変テントンの研究ではもう素晴らしい成果を上げられている方でございます。このテントンが、日本の君が代を最初に作ったということになっております。しかしこれは君が代は国家とはまだ言っておりません。国家というものは明治の初め頃はまだ日本の和歌のことを指しておりまして、国家という言葉そのものがまだ今言う国家の意味を持ってはおりませんでした。で、明治の2年に、薩摩藩士がここで、いろいろ訓練を始めるんですけれども、実際に楽器がついたのは明治3年の6月か7月頃でございます。それから楽器がついてから約40日ほどでもって、東京の越中島でもって明治天皇の前で君が代を演奏したということになっておりますが、この君が代はテントンの提言で、天皇陛下を迎える音楽がないということでもって、今言う国家を作ろうということでもってテントンが作曲したわけです。ただしこれはちょっとですね、日本人の感性には合わない、歌いづらい旋律でございましたので、国家を作り直そうという話が明治9年頃から出まして、明治9年というとまだフェントンがいたわけですね。でそのフェントンに、音楽を習った薩摩藩士の、中村助恒という、初代海軍音楽大将だった人ですけど、この人が作ろうと言ったわけです。自分の先生がいるときに先生の作品はダメだから作り変えようと言ったわけですので、かなり度胸がいったというかですね、フェントンの許可を得てそういう提言をしたという話もありますけども、ちょっとここははっきりしておりません。で、そのフェントンの国歌というのは宮内省とそれから海軍は演奏したんですけど、陸軍はまだ当時は国歌を演奏し君が代を演奏するということはしておりませんね。天皇陛下が来られるときはオーシャンというフランスの大統領が出てくるときに演奏するラッパフを使っておりました。これは今でもですね、フランスのパリ祭のときですね、あのときに大統領が出てくるとフランス の, そのラッパが鳴るんですけど、それは明治3年から明治5年のですね、頃に陸軍が明治天皇を迎えるときに演奏したものと全く同じものです。未だに変わっておりません。で、現在の君が代は明治13年に作られました。11月3日にですね、皇居でもって演奏されたというのが初演でございます。そのようなわけでございまして、君が代は先祖が作った君が代は国家というよりも霊式曲というふうに呼んだ方がよろしいかと思います。そして明治13年にできた国家がですね、昭和9年にやっと成果されまして、国家は君がというふうに正式になったようです。以上でもって君がの説明を簡単にさせていただきました。失礼します。